はい、7月16日のウイニング競馬は久しぶりの土曜重賞をお届けします。万歳。はい、夏の土曜重賞はもはや G1 です。はい、土曜競馬にとってはもうお祭りですね。これはでございます。はい、はい、そんな大注目の土曜重賞は函館2歳ステークスです。はい、キャリア7歳2歳馬の重賞で波乱が多い超難解レースですから、みんなで的中目指して頑張りましょう。はい、さらにレースの後は日曜重賞函館記念特集もあります。気になる競馬関係者を直撃してきてますのでお楽しみに。そしてその日は午後2時10分から YouTube テレビ東京競馬チャンネルでフライング競馬を生配信します。うん、いつものように僕とキャプテンさんの福島9レース予想と、うん、函館2歳ステークスの森ちゃんのちょい足しキーワードもお届けしますので、ウイニング競馬の前にぜひチェックしてください。はい、ちょい足しは重賞で本当に来るので絶対に要チェックです。はい、さらにウイニング競馬の後4時頃からはウイニング競馬延長戦も生配信いたします。最終レース予想と森さんのちょい足しキーワード、日曜重賞版もありますのでお見逃しなく。うん、こちらは YouTube でテレビ東京競馬チャンネルと検索してみてください。チャンネル登録の方も何卒お願いいたします。お願いします。ということで7月16日土曜日は午後2時10分頃からのフライング競馬、3時からウイニング競馬、4時頃からウイニング競馬延長戦を見てください。はい、3連チャンでお願いします。3連チャン。